始まりました。今回バディファイト鉱山とどろくワンボックス開封動画ということでやっていきたいと思います。まあね、リクエストいただいたんですよ。鉱山とどろくのボックスを開封してくださいっていう。なんでまあ今日はワンボックス開封しようと思って、まあ2個開けますけどね、動画前編と後編で。まあてことで開封していきましょう。鉱山かっこいいっすね。後ろにガオウくんがいるので、では、はい、右から開封していきます。そして開けるとこういう風にライフカウンターが、お、ガオウくん来た。はい、これね、でも暗黒騎士版のやつまだ手に入れてなかったんで、暗黒騎士版が欲しかったんですけどね。まあガオウくんは好きだからいいですけど、セパレーターですね。右から開封していきます。15パックですね。じゃあまず1パック目、ちょっと待って、すいません。ゲアタースカスドラゴン、ライトソード、フィンブルの冬のキャンペーン。デスルーラー。はい。2パック目。まあ、狙いはゴルドですね。ゴルドとあと、バディレアと、エクスカリバー。ベルセルクガルド。レフトソード。英霊。おお、超八いきなり来た、エクスカリバー。やった、言ってたら来た。おお、すげえ、当たり箱来た。当たり箱っていうか、まあ自分が欲しかったカードが来てくれたんで、すごい嬉しいです。やった。はい、いきなりちょっと超八来ました。俺欲しかったんですよ、これ。よし、もう。あ、ちなみに今からダブルデッキ買いに行くので、これ朝に撮ってます。ポイントとか食っかな。なんか、この段って結構こういう偏り多いですよね。デスルーラーガロウス。レア以外ほとんど変わらないみたいな。同じ固定のようなカードがなんかだんだんと入ってるっていう。当たりやすいカードが意外となんか決まってるっていうか、バラバラには設定されてないかなっていう、そんな印象でした。ちょっとズームしてないからちょっと確認しました、すいません。はい、ドラゴンシールド、パトラ、パラッシュソード、グレンデル。2パック目、ステンのブラックニードル、デスルーラーアティヒマ、デスルーラークリメーション、イベルデスサイズ。微妙っちゃ微妙なパックやな。まあ、ちょっと15パックもあるんで、ちょっと少し開封の速度上げます。あとちょっと10分以内には取りたいんで。グレイプニル。アイスブレードジョーカー。嬉しいです。けどもうほとんどレアとかはいらないですね。正直な話。まあもうレアはもう何枚も出尽くしてるので。ステンの、お、光ってる。ドラゴニックカウンター。お、シルフ来ました。嬉しい。なんかなんだこれ、レジェンドレア、レジェンドワールド。レジェンドワールドデッキを作るためのパックみたいな。はい。そんな感じの印象を受けました。レジェンドレアですね、完全に。
デスグラアティヒマサカデスグリップいいですね。個人的にデスグリップはマジで使えるんで、もうダビデとかも使ってるはいるけど、誰が使っても強い。あ、やべ、落ちちった。なんかポイント臭いな、これ。脇が白い。あ、当たり剣か。はい、当たり剣でした。ライフカウントあたりでしたね。いや、向こう行くわ。これ終わってるね。終わってからやろう。これはしょ。どっこらいい。ラッカーもう全部捨てんだけど、こっち置こう。ダークネスでしたね、さっきのブラック。アフターナイツデビュー。お、ジャックナイフギフトいいね。はい。ブレイドの。これ嬉しいっすね。ギフトはもう、ワンボックスに1枚だったかな。忘れました。確かそんぐらいの確率。だから、白龍の盾とか、青龍の盾と一緒ですね。ドラゴンワールド、ドラゴンアイリスいいですね。エンチャット、アキレウス、アビスシンフォニア、残り4パック。ガチリアと超ガチが1枚ずつなんで、この段で右側外れですね。このままだとこれで超ガチ来たら、右が当たりになりますね。ブレフィンガルドのキャンペーン。キャンペーン6枚ぐらい入ったような気がするな。確か。ガチリアが5枚だったかな。超、あれ違ったっけ。ガチリアが、6枚、あれ ?5 枚ぐらい。で、超ガチが3枚だったかな。確かバンガードと一緒なんで、仕様は。ブラックドラゴンデスハング、おー、スンベルガルド、ガチレア。なんだこのレジェンドワールドはっていう俺のまあ感想ですかね。あと2パックです。はい、まあ、できるだけ早めに開けていきますね。もう別に紹介はほとんど動画でしてるんで、レアしか多分みんな興味ないから、ノーマルとか出尽くしてるんだよね、俺。クエレブル、ブレ。レジェンドワールド好きなんで、あと1パックでした。はい。ラスト、手で開けていきます。もうなんかお決まりに手で開けたくなる、こういう最後は。たくそな開け方ですいません。バイキングソード。あー、メデューサー、終わり。ドラゴンワールド。はい。では、今回、右で出たのは、スンベルガルドがチレアシルク、エクスカリバーでしたね。まあ、エクスカリバー嬉しかったです。ってことで、まあ、左側開封します。